今日短期のレースだったんですけど、はい、レースどう考えてますか？そうですね、初手の周回の並びを見て、その位置を決めたんですけど、まあ、中段に東北勢がいたので、まあ、その位置で決めたんですけど、結果それがいい、うん、たまたま、姿君が、ね、思い切り行ってくれたんで、あとは締めて真ん中狙ってました。でもその展開を読んでるっていうか、そういう力があるんじゃないですか？そんな力とかはないんですけど、短期だったので気楽に、3パターンぐらい戦略を練っただけなんで、そんなすごいことではないと思います。明日勝ち上がりましたんで、はい、また意気込みの方お願いします。そうですね、二乗戦でね、シリーズ2走目なんで、しっかり集中して準決勝、決勝乗れるように頑張りたいと思います。レース、いいレースだったと思うんですけど、どうですか？生まれちゃって、まあ、一番あそこで抑えて先行体制が入れれば一番良かったですけど、タイミング的に早く切ってもその上から出たら苦しいと思って一回引いてでチャンス待とうと思います。いるんだろういいタイミングが出たと思います。一宮で優勝していい流れのまま来ていると思うんですけど、そうですね、やっぱり流れも大事だと思うので、うまく生かしていきたいですね。意気込みをお願いします。そうですね、明日からも一戦一戦集中して勝ち上がれるように頑張ります。今日のレース、いいまくりだったと思うんですけど、振り返ってみてどうでした？そうですね、もう展開次第だったので、いい展開になってくれたと思います。でもスピード良かったと思うんですけど。あ、そうですね、前がちょっと目標になってくれたんで、そのおかげでスピードは出たと思います。一乗戦一着ということで、明日に弾みがついたと思うんですけど。そうですね、二次予選も初日同様一生懸命頑張りたいと思います。調子の方はどうですか？調子はまあ悪くないはずなんですけど、多分練習で追い込みすぎたから、ね、疲れが抜けてなかったです、完全に。ちょっとなんか呼吸がとかっていう、息がなんか上がらない、アップで上がらなくて、本番で上がった時に一気に上がりすぎちゃうっていう感じですかね。ちょっと久しぶりの競技じゃない競輪ということで。そうですね、久々でちょっと緊張しました。でも逃げ粘って2着ってことで、なんとか走りやすくなるかなと思いました。徐々に疲れが抜けていくような、で明日以降に期待。はい、大丈夫だと思います。参った、昔って言うんだけど狙いじゃないわ。昔って言っても1年いないけどな。今年の、はい、強いわ。むちゃくちゃ偉い、今年一番偉い。まいった、俺やっぱタイトル取れやん男や、やっぱりタイトル取れやん。ちょっと抜かない、第9レース着順成績をお知らせします。37位までったら行くんだよ。1着7番深谷、タイム2分57秒1、上がり11秒5。何だそれ、上がり11秒5なんだ。シャッター。レースはどういう風になるっていうか、今日のメンバーでなんかどうこう考えるのはやっぱりなかなか難しいんで、あんまり逆に考えないように自然体というか動いたところだなという感じでした。まあ、でも最後ちょっと惜しかったですけど、結果として明日特選
乗れるわけですけど、大きいですよね。それは大きいですね。明日はどう戦いますか。そうですね、準決勝で動けるようなレースとりあえずできればと思うので、その前の感覚をつかむためにもちょっと思い切ったレースができればなんか準決勝も動かそうな気がするので、はい。どうした、レース振り返ってみて。そうですね、まあ後方ならへんように組み立てようと思ってましたけど、まあうまくいったかなと思います。ここで1着取って明日特選ですけど、まあその権利どうのこうのか関係なしに一個一個もう全力出して頑張るんです。仕上がりの方はどうですか。仕上がりいいと思います。ここに来て10月ぐらいからガツンとこう足に当たりも出たし、まあいい勝負ができるんちゃうかなと思いますけど、明日の意気込みをお願いします。まあとにかく一戦一戦頑張ります。